表彰状特別賞山崎静代殿。今回素晴らしい賞を私にくださって本当にありがとうございます。世界選手権でオリンピックに出ることはできなかったんですけども、本当に、一生させてもらって貴重な、もうこんな経験できないという経験させてもらってすごく良かったです。また次に向かって頑張りたいと思います。山崎選手が今目指すその次の舞台というのは、まだ今の段階でちょっとまだはっきりとこう断言できないんですけども、でもボクシングはこう続けていくつもりですし、そうですね、いろいろ、年齢制限であったりそういうのが変わったりとかしたらまたいろいろちょっと考えようかなと思いながら、仕事をしっかりやりながらまたトレーニングしてっていう日々にとりあえず戻っていきたいと思います。